ルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。緊張しておいでですかな、殿下。カーラン殿下にとって初陣ですから無理もございません。ご心配召されるな。こたびの戦はアンドラゴラス陛下自らご出陣の上、エーラン・バフリーズ殿もおられます。そして8名のマルズバーンにそれぞれ10,000騎、おまけにこの先のアトロパテネ平野の地形は全て把握しております。それに引き換えルシタニア軍は地形に詳しくありません。わざわざ遠い異国に墓を作りに来たようなものです。だが3年前と違い、今回パルスに助けを求める間もなくマリアムがあっさり滅ぼされたのはなぜだろう。それは分かりかねます。アズライル、カーラン、アズライルの羽が湿っている。ここはこんなに晴れているのにおかしくないか。雨でも降るのか。まさかこの晴天で。初陣で尻込みしているんだろう。心配性な王子だ。もう一度偵察に行ってまいります。あ、頼むぞアズライル。お前はキシュワードのところに戻れ。東の国境ペシャワール城塞へ。大丈夫だよ、私は大丈夫。見事に何も見えないな。王子の言った通りになってしまった。あまり本陣を離れなさるな、殿下。この霧では一度道を見失ったら大事ですぞ。この霧は味方に不利ではないのか。霧であろうと吹雪であろうと、パルス騎兵隊の突進を阻むことはできませぬ。ご心配なさるな。アンドラゴラス王が率いる我がパルス軍は腐敗であることを殿下もご存知でしょう。エーラン・バフリーズ殿、急いで本陣へ。何事か。ダリューン殿が陛下のお怒りを買って大変なことに。なんと我が甥が。ダリューンが。戦の前にそんなことでは全軍の士気に関わるではないか。すぐ行く。私も行こう。見損なったぞダリューン。そなたの口から退却などという言葉を聞こうとはな。陛下、私は臆病で申し上げているのではございませぬ。我がパルス軍の騎兵が極めて強力であることは諸国に知れ渡っております。それなのになぜルシタニア軍はことさら騎兵戦に有利な平原で我が軍を待ち受けているのでしょうか。何やら罠を仕掛けていると思えます。チリに暗いルシタニアの蛮人どもがか。ルシタニア軍に手引きする者がいれば彼らがチリに暗いとは言えなくなります。我が国の者が蛮人どもに協力しているとありえぬ。お言葉ですがあり得ることです。逃亡した奴隷が復讐のためにもルシタニアに協力するかもしれません。奴隷がどうしたと。何やら利口げな口を聞くと思ったら、あの追放者ナルサスめにろくでもない考えを吹き込まれたか。ナルサスとは友人ではありますが、ここ数年一度も会っておりませぬ。あやつが友人だとよく言った。何時のマルズバーンの任を解く。マルダーンとシールギールの称号を取り上げるのがせめてもの情けと思え。出て行け。ん？父上。呼びもせぬのに何をしに来たか、アルスラン。お前は引っ込んでおれ。
この旅外者が体温ある陛下に口答えするとは何事か。陛下、不心得な負い目が失礼をいたしました。この老骨目がお詫びいたしまする。もうよいバフリーズ、ダリウン、復職の機会をくれてやろう。本陣付きの騎士としてこの度の戦に挑め、武勲次第で罪を贖うこともできよう。ご厚恩、感謝の言葉もございません。なんだ、まだおったのか。すぐ出て行きます。ご安心を。殿下にはとんだご迷惑をおかけしました。お許しください。構わないよ。お前は正しいことを言ったのだろ。はい、カーランドのも同じように考えておいでです。陛下にご忠告申し上げた方が良いだろうと。そうか、カーランは私の意を汲んでくれたのだな。国王陛下はもう少し王太子殿下に配慮があっても良いと思いますが、何かにつけ厳しすぎます。ダリオン、アルスラーン殿下のお顔立ちをどう思う。何を唐突に。国王と王妃とどちらに似ておいでだろうか。強いて言えば王妃様の方でしょうか。うん、そうか。なるほど、国王陛下には似ておられぬか。ダリオン、アルスラーン殿下に忠誠を誓ってくれぬか。何を今さら。私はパルス王家に常に忠誠を尽くすつもりでおります。殿下個人にじゃよ、ダリオン。わかりました。叔父上がお望みとあらば。剣にかけて誓うか。はい、剣にかけて。お前は我が国で五本の指に入るマルダンフ・マルダン。お前にだけは殿下のお味方であってほしいのじゃよ。殿下、この平原はあまりにも広大です。徒歩よりも馬で進む方がよろしいかと。これはルシタニアの蛮族どもの勢い、侮れませぬな。闇雲に進軍してはすぐに囲まれましょう。周辺の敵を排除しつつ進むのがよろしいかと。守りを固めろ。奴らを通してはならぬ。障壁で道が塞がれておりますな。敵の邪魔さえ入らねば突撃で壊せるのですが。これが戦場か。お前などに負けはせぬぞ。殿下、ありがとうございます。これで障壁を破壊できます。ヤシャシーン。ここにも障壁が。
などに負けはせぬぞ。私は引かない。なすべきことを果たすまで。みんな頼む。承知いたしました。夜叉神生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。勢いは激しい。これよりは皆で力を合わせて進もう。はっ、殿下に続け。前線に兵が十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。兵を束ねれば強力な突撃を行いましょう。さあご命令を。分かった。勝利を掴むために私に続け。止まってください。なんでこんなところに穴が。これは水。いや油だ。ルシタニアの奴ら俺たちを火攻めにする気だぞ。何なのだこれは。父上、ワフリーズ、ダリュー、アスラフィール、誰か。どうなっている。報告ではこんな穴があるなど一言も。あの敵に囲まれている兵負傷している。助けてやらねば。殿下、よくご無事で。急ぎ本隊と合流しましょう。ああ、皆も無事であればよいのだが。まさか助けが来るとは思いませんでした。おい、いたぞ、パルスの犬だ。見つかったか。だがやられるわけにはいかない。
ことだ。聞かない。なすべきことを果たすまで。殿下、ここは我々に任せ、先をお急ぎください。すまぬ、必ず生き延びてくれ。私ごときのためにありがとうございます。ルシタニアの蛮族どもめ。道が。殿下、先へお進みください。我らも必ず後で追いつきます。アルセラン殿下、そこにおられるのですか。カーラン、ここだ、助けてくれ。おお、ここにおられましたか、アルセラン殿下。カーラン、なぜお前がルシタニアの兵といるのだ。ゆえあってのことです。悲しく哀れな王子、あなたは何も悪くないが、ここで死んでいただく。ダリウン。王陛下はわしがお守りするゆえ、お主はアルスアンデン家をお探ししろ。クバート殿、アルスアンデン家をお見かけしませんでしたか。王子、知らんな。前線にいた気もするが、道は塞がれておる。進めやすい。障害物を取り除く他はなさそうですね。崩れた部隊を立て直し、突破します。陛下、もはやこの戦いに勝ちはございません。お引きくだされ。ワフリーズ貴様、我が武人としての恥を知らぬと思うてか。明日勝つために今日の恥をお忍びくだされ。それに王妃様のおられる王と敵の手に委ねてもよろしいとおっしゃいますか。おう、ダリウン様、おかげで助かりました。ダリウン様、ありがとうございます。よし、これだけの兵がいれば障害物を取り除けよう。障害物の排除完了しました。ようやく先に進軍できるな。殿下はご無事だろうか。国王が逃げたぞ。アンドラゴラス三世が逃げた。兵を捨てて腐敗の王が逃げた。パルスの軍旗は泥にまみれた。取り返しがつかぬ。まずい、兵たちに動揺が広がっている。このままでは。おい、大丈夫か。ダリウンだ。アルスラーン殿下か。殿下と。おい、殿下はどこにおられる。はぐれてしまったのですが。あちらへ、ルシタニア軍が近くにいます。早く殿下を。お主は確かシャプール殿の元にいた。ウズバーンのうち、ナムチュルフ殿とハイル殿すでに戦死なさいました。シャプール殿は。シャプール殿までもやられたというのか。どうが退却の命を伝えず逃げられたので、全軍の士気が下が。しっかりしろ、しっかり。よく戦った。カーラン、なぜだ。ゆえあってのことです。悲しく哀れな王子、あなたは何も悪くないが、ここで死んでいただこう。何のことだ、カーラン。
ないか！ダリュン！今お助けいたします、殿下。裏切ったのか、カーラン。まことパルス王国のためを思えばこそ、アンドラゴラスを王位から大企てに加担したのだ。逃がしはせぬ、これでしまいだ。そうか、分かったぞ。陛下への忠告を俺に勧めたのは貴様だった。俺が陛下の御興を被ってマルズバーンの任を解かれる。それを狙ってのことだな。その通りだ、ダリュン。戦士は強いが魔法ではないな。だからこそお主に1万もの騎兵を指揮させるわけにはいかんのだよ。国王陛下を裏切り、王太子殿下にこのような真似を。どうすればそう、君とて俺の行為を責めはすまい。無事だろうか。百戦錬磨の叔父がついております。ご無事で戦場を離脱されたかと。国王陛下も殿下の恩義を案じておいででした。父上が私を。早く王都にエクバターナに戻らなければ。しかし
エクバターナへ戻るにはこのまま戦場を突っ切らねばなりません。マルズバーンたちがこれほど倒されているということは、エクバターナまでの道はルシタニア兵で溢れ返っていると思われます。そうか。我が友ナルサスを頼りましょう。だがダリュン、戦場にはまだ我が軍の兵が残っている。彼らを見捨てていくのか。今のところはもうどうしようもございません。後日国王陛下と共に復讐戦を挑み、敵を討ちましょう。よくもたばかりおったな。無敗の我が軍がかような下策に翻弄されるとは。陛下、耐えてくだされ。王と王子様をお守りするためにも今は引き体制を立て直さねば。ここまで来れば。でもこれは、陛下、こらお前、うまくやってくれたわ。恥知らず、部下を見捨てて逃げおったか、アンドラゴラス。貴様のやりそうなことよな。王よ、お逃げくだされ。この老骨が防ぎます。廃山の老いぼれが、出過ぎた真似をするな。お前は何者だ。これほどの憎しみを受けながら、相手が誰かも分からぬほど悪行を重ねてきたか。16年、この日が来るのを16年待ち続けたぞ、アンドラグラス。